パンラボの池田です。日本と世界の最高の麦たち、ひいて何日も熟成させて化けさせる麦と発酵にこだわりまくるベースベーカリーに迫ります。京王線を仙川で降りたこの街、何か見覚えがある。そうだ、あの名店青さんに行く道じゃないか。手前を曲がる。お、住宅街に忽然と現れた行列。匂うぞ、まるでプリンのキャラメルみたいな甘くて濃い香りが。おっと、あれは行列に並ぶ人たちにパンを配る人がいる。一人一人に楽しそうに語りかけながら、みんなめちゃくちゃ嬉しそうだ。この店のパンの虜になっているのだろう。あ、私ももらっていいのか。おはようございます。おはようございます。どうぞどうぞ。ライ麦2種類です。あ、はい。ライ麦 100% のパン、ロゲン。食べながら順番が来るのを待とう。ベースベーカリー。生産者から仕入れた麦を石臼で挽いて、自家培養した種で長い時間発酵させて美味しさを引き出す店。ようやく私の番が来た。入ってみよう。普通のお宅の一角を改造してパンを売っている。見事にハード系ばかりではないか。右側がライ麦のパン、晩餐、ロゲン、プレーンのタイプとひまわりの種付きとザウアーブロート。そしてこっちが小麦のパン、古代麦 100% フォルコン、フロマージュ、ヘーゼルナッツ&チョコレートは日替わりのパン。麦を引く石臼、上に麦の粒を入れると粉になって出てくる。襖だけは食べにくいので何回も何回も1日がかりで引いて細かくする。それを2日間以上かけて熟成。パンができるまで4日がかり。週3日営業はそのためなのです。青さん、今日も行列ができている。その前が公園、モストニアレストベンチ。フロマージュ、チーズのパン、カリカリだ。でサクッといく快感の歯切れ。チーズはどこに入っている。このパン自体がチーズだ。皮は旨味たっぷりの焦がしチーズ味、中身もち。唾液を吸ってこたつの猫のように丸くなる。そしてエダムの香り、生々しく心地よい全粒粉のヒノキ風呂的な香りも同時に。パンとチーズ、二人羽織だ。晩餐、ワインを傾ける優雅な時間のために生まれてきたパン。細身に焼いているロゲンの生地にレーズンとくるみ、そしてレーズンから取った出汁まで入れてパンと具材をつないでいる。見かけに反して重くないのだ。薄い皮のちぎれ、プチッ、ほろほろっと崩れるくるみ、それがライ麦の穀物的な香りと響き合う。そこへジューシーなレーズン、強烈な香りとともに滴って全てを持っていく。ブドウの洪水の後、我に返って思う。ライ麦ってこんなにめちゃくちゃ甘いのか。古代麦 100% フォルコン。フォルコンブロートとは小麦の粒を丸ごと引いた全粒粉のパン。その時々にさまざまな小麦で作られる。この日は古代小麦、イタリアのエンマー、パスタに使うデュラム小麦のご先祖様だ。赤い、こんな赤いパンめったに見ない。アミノ酸に違いない。小麦を熟してどんどん溶かして旨味をダダ漏れさせているに違いない。硬いのかふにゃ、柔らけー、噛まなくても溶ける溶ける。異常だ、まるでお粥だ。皮は香ばしいだけではない、甘い、まるで黒糖のようだ。溶けたと思ったらこの尋常ならざるでんぷん質の盛り上がりはどうだ。異次元。これが
板物古代小麦を熟し切った時の味なのか。エンマー小麦との格闘を始めたのはなぜか。国立博物館でも開催された特別展ポンペイ、展示された炭化したパンを再現するプロジェクトへ協力。店を1ヶ月も休んでポンペイパンの再現にチャレンジしました。そう、ポンペイのパンを再現するときはそのイタリアで使ってる、まあ、古代麦、当時絶対古代麦なんで2000年以上前なんで、まあ、その辺のものを、まあ、現地の自然栽培の農家さんから取り寄せて、で空輸で取り寄せて作ったんですけど、その時に候補に上がった一つがエンマーなんですよね。やっぱりポンペイパンの特殊な形状は真ん中がへこんでるってことで持ち上がってないんですよね。その持ち上がってないってことはグルテンがあんまり強くないと発酵でぐーっと大きくなりにくいっていうことになると現代品種じゃないっていうことで、まあ、当時スペルトとか、まあ、スペルトの有力な学説が強かったんですけど、まあ、スペルトはちょっと膨らむんですよね。スペルトを小麦で作ってるパンって今日本でもベーカリーであると思うんですけど、割と普通に美味しいっていうか、割とちゃんと発酵してしまう。だから割と新しい、古代麦の中では割と新しい方に入るので、それよりも古いスペルトの、まあ、親にあたるエンマーで、あとこれよりももう一個前にアインコーンっていうのをまた試してて、これ1万年ぐらい前なんですよ。で1万年前になってくるともう麦 の, あの粒がもう全くあの見た目が違ってきてお米みたいなんですよね。でこれはまあちょっとなんかこう膨らみ方も違って、さすがに2000年前のパンを再現するのに1万年前の麦はちょっと合わなかったっていう。でみんなに答えは分かんないです。学説もあのゲノム解析もされてないんで分かんないんですけど、でも今回今週焼いたパンはその一つ自分の中で有力なあのエンマー膨らんでないですよね。これはちょっとグルテン溶かしてるっていうのは旨味を出すためにグルテン溶かしてるのもありますけど、こういう麦であればポンペイパンに近いものができるんじゃないかって。昔は多分冷蔵とかの施設がないんで、すぐ焼いてたと僕は想像 してるんですね。熟成とかやってないで相当効率良かったと思うんで、溶かしてはないと思います。だから僕の出した説は発酵してないっていうことを言ってます。あでこの説はもう本当に海外のいろんな国でも絶対発酵してたっていう説でずっと流れてるんですよ。で2000年前も発酵してたパンが日本に来ますとかっていう感じの雰囲気でずっと来てるんですけど、してたかどうかの証拠は実はないんですよ。で当時そう言われてる理由はワインがあった、チーズがあった、発酵食品がものすごい豊かにあったことでパンが発酵してなかったはずがないでしょっていう仮説のもとに発酵してたはずってなってるんですけど、あの形状はどれだけ微弱な野生酵母で僕50個ぐらい作ったんですけど、どれだけでやっても絶対にあの形にはならないですよ。焼いたらもうちょっと膨らんだり穴が開いたりとか線がもうちょっと広がっちゃったりするんですね。でも本当に髪の毛のような細い線しか引かれてないってことは、もう僕の知る限り発酵してたらありえない現象で、そこで僕がちょっとこう提案した学説じゃなくて僕説なんですけど、それは日本人はお米、お酒がある、味噌がある、醤油がある、かつお節がある、納豆がある、全部発酵食品だけど、主食のお米食べるときにご飯発酵させますかっていうことなんですよね。発酵食品が作れるからって主食が発酵してるかどうかっていうのはまた別の問題で、周りのものが発酵してたんだからご飯だって発酵してたはずっていうのはちょっと雑かなって思うんですよね。だから発酵させることはもちろんできるけど、白米は発酵させないで食べて、そこに発酵させたものをつけるのが我々の好みな食文化ですよね。だからまあ想像でしかないんですけど、当時もおそらく僕の中では発酵してないので、コンペーパーっていうのはだから発酵食品が豊富にあったからこそ発酵させないパンを食べてたんじゃないかっていうふうに僕は今考えてて、
て、それはあの専門の教授さんにもみんな伝えてあるんですけどね、なかなか面白いって言ってあの言ってもらえてるんですけど、そこがロマンですけどね。何が真実かは分からないが、僕は確信している。ポンペイのパン、麦の美味しさを最高に引き出したベースベーカリーのパンみたいに絶対うまかったはずだって。だって僕たち人類2000年前からずっとこんなにパンが大好きじゃないか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。いいね、コメントもお待ちしております。